にちは、ハイジーです。というわけで私今日は京都に来ているんですけれども、なんとこの京都には看板が白い松屋さんがあるとのことで今向かっています。結構もうすぐそこにあります。向かってるというか見えた、ここにあるのよ。ちょっと気になるよね、どんなメニューがあるのか。行ってみましょうか。こちらなんですけれども、メニュー的にはなんかうどんとかありますね。カレーうどん、担々うどん、きつねうどん、関西だしのがあったりします。そんなわけで入店し、限定メニューの中からカレーうどんを注文してみました。外観は白いですが、店内の様子は至って普通。白いマスクの中から青い顎を出し、透明の水を飲みながらお料理を待っていますと、やってまいりました白い松屋さんのカレーうどんでございます。その佇まいに黄色い声援を浴びせたくなるほど美味しそう。いだいだいきます。というわけで、このとろみがついたスープ、そしてネギ、そして特徴的なのは揚げ玉ですね。すすってみますと、これが思ったよりも辛めなんですね。あ、こんなに辛いんだっていうくらいの辛めでございまして、思わずブルーっときちゃいましたね。それではいよいよ麺をすくい上げていきましょう。とにかく麺にスープが絡みついてる、絡みついてる。そしていつの間にか服のチャックを上げてる。やっぱカレーうどんだからね、白い松屋とはいえ白いシャツで来るのはちょっと危険だよね。食べてる最中に白いシャツが茶色いシャツになっちゃったら顔が真っ赤になっちゃうからね。そんなこんなで京都の街を歩いていましたら、白い松屋さん以外にもいろんな白いお店を見つけましたので、今日は紹介していきたいと思います。そして松屋さんがちょっと行ったここ、ご覧ください。三井のリパークの看板も黄色じゃなくて白いんです。タイムズの看板すら白い、ロイヤルホストも白い、黒猫ヤマトも白い、ホットモットは白と茶色、ズン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 と中尾も白い、デイリーマートもシック、ファミリーマートも白い面積多め、セブンイレブンも白い面積多め、ローソンに関しては白いっていうかすごい長い。何この長さ、何が売ってんだろうね。宮本むなしはいつも通り、変える必要なし。